現在、テレビで放送している妖怪ウォッチで、実銃解説があったので、このチャンネルでも紹介していきたいと思います。いきなり実銃解説に入りたいところですが、まずどのようなストーリーだったのか、簡潔に紹介します。妖怪ウォッチ8は、B パート、母熊訪ねて、三千里熊の内容を含みますから、ネタバレ注意です。ウィスパートウンチ熊が山で、キャンプを楽しんでいると、迷子の子熊と遭遇します。そして母熊を見つけるまで、ウィスパートウンチ熊が、保護することになるのですが、そこに漁師が現れて子熊を、売却するために、引き渡すよう、ウィスパートウンチ熊に交渉します。猟銃、ライフル、で頭頂部を、撃ち抜かれたウィスパーは、交渉に応じますが、ウンチ熊が子熊の引き渡しを、拒否し、交渉決裂します。漁師から逃げるために岩の後ろに隠れますが発見されてしまいます。すると、ウンチクマが棒を複数岩の陰から出して、それを漁師が狙撃していきます。それを見たウィスパーは、漁師が携行している弾を全て撃ち尽くして残弾数0発にするのが目的だと思い込み協力します。そして狙撃が止まった瞬間にウンチクマが突撃します。ですが漁師はリロードが完了し、ウンチクマを照準します。しかし、カゲロウで照準が、うまく定まらず、その隙にウンチクマが、持っている棒についているウンチクの、身を漁師の頭に投げ、ウンチクの身が爆発し、漁師は、多分、死亡。ウィスパーとウンチクマの勝利で、戦闘は終了します。その後ウンチクマは次のように、語りました。ライフルは連続で撃つと、重心の熱でカゲロウが立って、スコープが見えなくなっちゃうんだクマ。お待たせしました。動画の半分以上過ぎているかもしれませんが、ここから本題です。ちなみにウンチクマが言ったこの発言は正しいと思います。終わり。さすがにこれだけでは終わりません。最後にこれを紹介します。カゲロウが立った時の対策方法です。銃におけるカゲロウとは、弾が銃身内部を通過する時に生じる摩擦や発射薬の発射ガスで、銃身が加熱され不規則な上昇気流が生じ、密度の異なる空気が混ざることで通過する光が不規則に屈折します。これによって重心から炎のような揺らめきが立ち上ります。また連射しすぎると、この現象が起こりやすくなるだけでなく、重心が破損することもあります。このため、連射が要求される機関銃、マシンガンでは重心を交換できるタイプが比較的多いです。このミラージュシールドを装着します。ミラージュシールドはミラージュバンドともいい、重心の上にバンドを装着することによってカゲロウを防止します。また、ミラージュシールド自体で視界を遮ることもありません。ミラージュシールドがなくても、厚紙や樹脂、段ボールなどでも多少の効果はあります。これは実践的な装備ですが、重心を冷却することができれば良いので、射撃場では重心に扇風機で風を当て続けたりすることもあるそうです。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をお願いします。